だけどやっぱり継続取引、一回小取引が発生したらずっと続くような小取継続型の小取引はやっぱり飛び込み営業ですね。相手の社内の事情、それから相手の人事情報、誰が決定権者で、その人がいないときは誰が次の責任者、こういうのが分かっておかないと具合が悪いんですね。で責任者がいらっしゃらない、なんとかさんお願いしますと言ったら、ちょっと出張しておりますと言ったら、じゃあ次なんとかさんってね、そうすると電話でもやれるでしょ。で社内の事情がやっぱり分かるということは飛び込みじゃないと分からない。で飛び込みでいくとイメージが湧きますからね、ああこういう会社かっていうのがね。ということで、まあ継続取引型の場合は飛び込み営業が非常に力を発揮するということで、それじゃあ1時間経ちましたからね、ちょっとここで、35分までまた7分か8分休憩させていただきます。この減少ですね、これ2500円とちょっと高いんですけど、お守りとして欲しい方は安いですか、ぜひ。継続取引の場合やっぱ取り込みがやっぱり力がありますね。さっきやっぱりね、中野社長さんの場合もね、取り組みその前にファックスでとりあえずこう当たりをつけといて、それから取り込むということですね。やっぱり取り込み営業っていうのがね、表面では見えないものがいる。だからダイレクトメールとかインターネットなんかで表面から見えないものが見つかることがある。飛び込みするのはね、それがやっぱり意外性がある。表面では見えないものがこう出てくるんですからね、それがやっぱ強みなんですね。でお手元の位置ですね、アプローチ、飛び込みをするときに注意すべきものがありまして、一つはアプローチと言いますね。これ人は初めて会った人に無意識のうちに警戒心を持ちまして、警戒心を解除しないまま商品の説明をすると誰がやっても断られます。人間はですね、昔やっぱ殺してたんですね。物を取ったり、知らない人間は、物を取ったり殺して食料を奪ったりしてたので、自分の部族以外の人間と途中で会ったら用心するわけ、警戒してね。それで知らない人間だったらこう無意識のうちに警戒するようになってるんです。でその防衛力が一番弱いのが子供なんです。で1歳ぐらいの子供っていうのは防衛力弱いでしょ。で顔を見るの能力がすごいんだそうですね。顔の識別能力がもう1歳の子供が一番すごいんだそうです。で私たちは猿、日本猿を見ても顔の識別がつきません。ところ1歳の子供は猿の識別能力あるそうですよ、顔を見て。それぐらい皆さん、1歳の子供っていうのは防衛力がないから、この人は自分に危害を加えるかどうかっていうのをパッとこう見抜くっていうんですね。で自分に危害を加えそうだったら泣いて親に知らせないか。ですから新幹線とか飛行機に乗ってて近くの子供が自分の顔を見た瞬間に泣き出したら、だいたいこれ小売業に向かないと書いてあるんです。小売業飲食業向かないですね。子供さんの来るところ向かない。私なんかはもうダメですね、小売業ダメですね。こういうこう箱の張ったやつはね、小売業向かない。
それで初めて知らない人に来ましたら無意識のうちに警戒心を持ちますからね、警戒心を解除しないままおりましたら誰がやっても断られます。で、飛び込みによる新規開拓で最も重要になるのは見込み客に対するさりげない接近なんですね。見込み客に警戒心を与えないようにさりげなくこうそうするとこう近づくのアプローチ、これが皆さん飛び込み訪問ではもうめちゃめちゃ重要になるんですね。うん、でその次がカウンタートークと言います。会社に行きましたら、飛び込みは家庭に行く場合と会社に行く場合と2つありますね。個人の場合と会社、会社行きましたら受付がありましてカウンターがありまして女子事務員さんが「はいいらっしゃいませ何でございましょうか」って出てきますね。そこでそのドアを入ってドアを開けて入ってきて事務員さんがカウンター越しに何か物を言うでしょ。ここで何を言うかというやつもちゃんと事務しとかないかんです。で、教育訓練を受けてない人はここで孫をつくんですね。いらっしゃいませって言ったら、ってこうなるわけですね。ここでこう、となくもダメなんです、これ。で、ちょっと今忙しく取り込んでます。もう断られるでしょ。ですから、そこから入って4、5歩歩いてカウンターに立った時に、次何を言うというのも練習しとかないかん。これカウンターとね。そして、決定権者に会ってもらうような和法を準備しないといけません。決定権者だからまあ従業員100人以下だったらほとんど社長です。まあ、50人以下だったら文句なしに社長に会わないとダメですね。社長に会わないと話になりません。もう従業員30人40人以下だったら社長に会わないともうどうにもならないですね。決定権は全部社長が持ってますからね。で、決定権者に会った時に決定権者と会いますよ。もし運よく会えたらそこでまた何を言うかっていうのを決めとかないと。それでその、ここからこう入っていきまして受付で行きましたら受付の人はもう断ろうと思ってますからもうしょっちゅう来てるからね。だから、じゃあどうすればいいかと、自分の方から断ればいいんです。今日は営業ではございません。すぐ帰ります。社長さん、お手すきだったら短い時間ちょっとお願いします。今日営業ではございません。すぐ帰ります。もし社長さんお手すきだしたらちょっとお願いします。だいたいそういうふうな言う営業の人おらんもんだから、一瞬こう、おやっと思うんですよ。君の意思を渡したら大体とっついてくるね。私も証拠リサーチの時これで飛び込みやりましてですね、それで日本一になったんです。もうですね、福岡市に帝国データバンクとか企業調査会社の人間が200人から230人おったんです。同じ仕事してるやつが、そこで一人も飛び込みしてないの。200何十人おって一人も飛び込みやってない。もう閉めたと、もう閉めたでしたね。こんなありがたいことないんで、そう言ったら、あなたの業界でね、飛び込みに来たのはあんたが初めてやと。ああ、熱心やな、まあ座んなさいっていうのはね。そういうことでもう、ほら、珍しいな、あんたの業種、初めて営業に来たな、なんて、営業熱心な社長だったら、手がってくれるんです。いいのが、セールスお断りの札のところがチャンスね。みんなそれで撃退されてるから、閉めたとかね。だからそれ見なかったことにそんなになかった。だからセールスを断られたら閉めたらもう入ってましたですね。閉めました。みんな断られてるからね。でこれですぐ帰ります。営業ではございません。すぐ失礼します。ちょっと社長さんお手つきでした。短い時間でだって何とかお願いします。名刺渡すと。そうですか。でこういきますよね。で社長に会いましたらまた、いや仕事中恐れ入ります、もうすぐ失礼させていただきます、すぐ帰ります。ちょっとだけ。あら、そう。聞こえるね。で、そこで安心させないかんのです。で、名刺を持って、事務員さんが名刺を持って社長のところに行っとる間に1分ぐらいかかるわけ。その間にこの社長が何に関心持って経営をしとるかを見抜かないかんのです。それが次の話題なんですよ。で、パッとね、隅々見る。隅々を見るとそこになんか社長の関心があるものがあるんです。でスーッとこう隅を見るので話題、
次の第一声の話題はそれで何で出すかっていうのをこう見るわけね。で一回言われましたね、あんたね名刺を女の子が持ってくる間にスーッと墨を見たねと、あの目つきは刑事みたいな目だあんた営業の研究やっておりねって言われて、おりましたか、俺も営業やってるからよくわかる、まあ座んなさいとかね、そういう人が一人だけおったね。でそれが決定権者に対するアプローチと思うんですね。でその4番、決定権者が最も関心持ってるのは何か、これをね30秒とか1分以内に見つけないか、でこれを話題にすると見込み客と人間関係が良くなります。でうちにもですね、まあ今ちょっとマンションに引っ越しましたけど、前はちょっと角の綺麗なビルに入ってたんです。だから角の綺麗なビル、小綺麗なビルに入ると、まあ4月の下旬から5月、6月、新入社員が営業の取り組みでいっぱい来ますね。1ヶ月ばかり研修を受けましてですね、綺麗なもう仕立て卸のなんか若いお兄ちゃんお姉ちゃんがね、カバン持ってからこう入ってきますよ、ね、もう研修受けたばっかりの人が入ってきて、それでもう怖いものですから、あのお父さんですね、もうなんかこうおどおどして入ってくる、いらっしゃいちょっと三国でこう下がりましてですねそうやって、それで何ですか、キャンペーン中でございます。それで名刺を出して、キャンペーン中ですからいかがですか、いきなりキャンペーン中ですか、この商品がなんかよくわからないのにですね、私の会社にニーズがあるかどうかも調べないでいかがですかって言われたって、あなたが来るの待ってましたなんてないでしょいやー、が待ってたよという人は大体ね、パクリ屋かボケてる人ね、パクリ屋は早く来た早く来た、そこでどんどんパクるんです、これね。だから営業マンが来るの待ってるんですよ、パクリ屋っていうのはね。そして小口の注文出して現金で払って3、4回取り来て安心させてばっくり取るんですこれね、パクリ屋さんね。それでその短い時間で社長がどういうものに関心持ってるかを見つけるのがですね、これがその、そこが勝負なんですね。でその次5番目、ニーズの有無を調べる。ニーズなきところにセールスなし、ちょっとよかったら買い取ってくださいね。ニーズなきところに、なきところにセールスなし、だからそこはもう、いや社長失礼しましたと、ニーズがないと思ったらさっさと買えること、もう時間の無駄お互いにね。私はもうですね、免許をもう持ちません。だから私のところにどんな車を持ってきても売れないんです、買う意思がありません。私はもう口ぐるまでご飯食べてるからニーズなきところのセールスなし、ニーズがなかったらもうさっさと買えること、あ社長さんのところちょっとこの商品はご、ね、あのお使いじゃないようですね、じゃあまた機会がありましたらもうさっさとね、断られる前に自分の方が断るんです。そうするとね、自分に向かって自分がバカだって言って、あ俺はバカだアホだもうどうしようもないって言っても別に腹立たんでしょ。人からバカのアホのち言ったら恨みますよ、ね、え人から言われるとガッとくるんです。自分で言ったら全然ないでしょ、だから自分から断るんです。あ社長さんのとここういう商品ご用ないみたいですね、まあ、大変失礼しました、また機会がありましたらありがとうございます、もうさっさと帰っていくね、もうそれとしたら断れないでしょ、それがコツでね、